どうしたんだい？セイジだよ。あ、セイちゃん？うん。どうしたの？あのね、報告があるんだけど。え、なんだい？猫まちゃんいるじゃん。うん。付き合った。嘘だろ？マジで。冗談だろ？ほんと。嘘だろ？ほんと、だから明日のふわっち炎上ニュースにちょっと 言っていいよ、これ。言っていいの？こんな。いいよ、これネタにしていいよ。俺付き合ったから。エッチは？エッチはまだしてない。え、する気あるの？する気だから、でも今日あの生理だからできない。あ、そうなんだ。そう。え、おめでとう。ありがとう。だからダブルデートしたい、今度。で、あの、ね、もくごりゲストあんじゃん、3月7日。うん。2人で行くから。本当に？うん。うわ、おめでとう、マジで。うん。なんか、え、俺さ、カップル配信ってやったことないんだけど、あんまり。どうやって、うん、やってったらいいの、これ。それは、うん、お互い尊重し合ってやるのがいいかなっていう。あ、そうなの？喧嘩とかするときあるじゃん、カップルだったら。うんうん。そういうの配信載せても大丈夫？まあ、どうにもならなかったら載せた方がいいんじゃない？載せちゃった方がいいの？ネタにしちゃっていいの？うん、まあ、その、猫もちゃんが言ってるなら。あ、猫もちゃんは？あ、ネタにね、していいのかってことね。うん。まあ、だから、配信やめてるからさ、どうなのかなっていうのもあるんだよ。ああ、猫もちゃんがどう思うかじゃない？あ、そっか。うん。とりあえず、うん。せいじ、もう逃がしちゃダメだよ。もう2人泣かしてるんだから。そうだね。もう3人目はもう。もうこれ最後にするよ、だから。そうだよ、もう泣かす女はもう最後にして。わかった。浮気もダメなんだよ。うん、浮気もしないよ。だからパルと一緒だよ。だからどこも風俗も行けないんだよ俺。そうだよ。何急に付き合おうと思ったの？いや、なんかさ、もうずっと中途半端だったじゃん。一緒に住んでてフェラはしてもらってるわさ、俺家賃出してるわ、もうわけわかんないじゃん。何フェラはしてもらってたの？フェラしてもらってたんだ。そう、知らなかった。初耳なんだけど、知らなかった。フェラはしてもらってるって言ってるよ俺、枠で。あ、そうなの？そう、だから中途半端だったから。そうだね。そう、なるほどね。そう、本当のおめでとう、政治。ありがとう。猫もちゃんもおめでとう、本当に。あ、いやいや、ありがとうございます。いや、本当、和藤さんが泣いてるよ、本当に。いろんな意味で。そうですね。うん。太った和藤さんだから、大切にしてあげて。和藤、バージョン2みたいな。バージョン2。そば、バージョン2。そう。でも、元彼よりはいい生活はさせられるからさ。ああ、そうだね。そこは、間違いないよ。うん、俺は、うん、政治が幸せになってほしいから。ありがとう。うん、友達だからね。友達だよね。そうだよ。猫魔女ちゃんも政治のことお願いします、本当に。はい、いやいやいや、わかりました。こちらこそ。浮気したら、あの、はい、カレンか俺に相談して。わかりました。叩くから。叩く。うん、ネタちょうだい。ありがとうございます。わかりました。うん、じゃあ、ありがとうね。うん、おめでとう。そういうことだから。わかりました。じゃあね、はい。はい。名前変えましたよ。名前変えた？はい。何にした？どれ？あ、できた。いいよ、これで。これでいいですか？うん。彼氏だから。彼ピッピだから。ありがとうございます。これがカップル配信になっちゃいますけど、もしね、あの、応援してくれる人いたら応援してほしいですね。あと、あ、KPR です。仲良く頑張ります。11個離れてるかな。11個です。11個初めて。11個初めて。初めてだって。俺も初めてだ。11個年の差。スパークも頑張ります。だからスパーク応援して。来てくれる？スパーク、ま、今まで以上に応援してくれる。ありがとうございます。エコマちゃん結構冷めてるよね。他に友達いないんだよ。なんているかな。出ないでしょこの時間帯。ないよな友達。
大花火ドンチキャリです、ケイさん。ナイス。プリンママ。プリンママコメントも来ないし。いないから。もういいんじゃない多分。多分ね。多分ダメかもしれない。もう。ケイちゃん？ケイちゃん電話する？出ないでしょ。寝てるでしょ。あ、もしもし、せいじです。はい。あの、ご報告があるんですけど、はい。猫間ちゃんと付き合うことになりました。はい、配信中？配信中です。で、ご報告だけ。マジでおめでとう。はい、ありがとうございます。で、あの、3月10日、うん、あの、猫間ちゃんも行くんで、あー、そうなんだ。いいですか？で、僕飲めないんで、猫間ちゃん飲めるんで、あの、オーダー入ったら猫間ちゃんガブガブ飲ませてもらって。了解。はい。TJ にどうする言っとく一応。うわ、どう、一回一応言っといたらいいですね。了解です。でもゲストで、あの、ただ飲む人だけってどうなんだろう、それは。どうなんだろう、一応言っとく、ね。それは一応言ってもらった方がいいですね。うん。話だけ通してもらって。ね、寝てた、はい、ね、寝ようとしてた。あ、マジでごめんなさい。うん、お幸せに。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、モンゴリ頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、出た。年の差関係ない、応援してるよ、ありがとうございます。優しい。モンちゃん興味ないでしょ多分。付き合ったよっつってもどうなんだろう。もんちゃんだって配信してない？配信してる？配信してないじゃん。俺起きてる？電話してみる？うん、ダチっすね。そう、慶之助子は。あ、彼女は今ね、彼女らしいことしてくれてる今。あの、こんな夜中にもかかわらずさ、洗濯してくれてるよ、うん、もうこういうのマジ好きだわ、あ、ケイちゃんありがとうね。ちゃんとこれなんか嫁さんみたいなことしてくれてるよ。いやいや、うん、ありがとうね。いやいや、こういう女好きだわマジで、うん、パルパル連絡した今、うん、いやでも楽しみだな、これからいろんなとこ行こうね。はい、うん、あ、私あそこ行きたいっす。どこ？オーケー。オーケー牧場？違う違う、オーケースーパー。スーパー、はい、行こうよ。はい、お茶もうないんで。お茶がないの？はい、スーパーなんだ。はい、もんちゃん連絡する。じゃあうざがられてもいい？別にもう一応連絡しとくか。じゃあもんちゃんいるかな。もんちゃんどれだ、いっぱいすぎてわかんねえね、これ LINE が。400人もいっから。スーパー行きたいって可愛いよね。どういうことだろう。いや、お茶がないんだよ。お茶がないからだって。お茶ないからスーパー行きたい。旅行行こうよね、こまちゃん。もんちゃん配信中ダメじゃん、邪魔しちゃうよね。ダメでしょ、出れないでしょ。え、コマちゃんかわいすぎる。電話してみる。あ、電話出ねえ、切られた。ダメだ、携帯でこれやってんのかな。お役ごめん、どんちきゃり出せ特命さん、うん、ダメだ。もしかしてこれ端末一緒なのかな、切られた。あ、一緒なんじゃないか。一緒かな、邪魔しちゃったかな、これ。邪魔しちゃいましたよ。やっちゃった？やっちゃった。ああ、やばいっすね。分からん、まあ、まあ、分かってくれ。車も新しいのにする？どうなんだろう。駐車場が欲しいね、とりあえず。あ、駐車場借りたいね、そうそうそう。電話しますよ。電話して？はい。しんどいよ、もう。コインパーキング。はい。いや、気持ち入っちゃうけど、応援してるね。
どっちかあります。本当に焼き餅焼く？付き合ってくんないって言ってたよ、だって。絶対嘘。可愛い子から花火来たけどさ、あ、エルマルちゃん来た。セージしやすそう。これか、くしゃみすごいんだけど、なんでだ。あ、多分今洗濯物やってきたら。そう、はい、分かんない、突然。ちょっとティッシュある。怪我、怪我。ティッシュ、ティッシュ、うん、ティッシュ、そこにあのティッシュ落ちてる。これ、はい、いいちゃん。これ噂がすごいんじゃね、これ。噂が、噂がこれ飛び回ってるんじゃね、これ配信会の。噂されてるね、これ。間違いない。配信会でさ、これ明日のふわっち炎上ニュース第一発目に多分言われるよ、これ。え？コロナなの、これ。コロナに感染したの、これ。やばいっすね。え？陽性、これ。陽性だって、連知らないの、これ。コロナな、これ。いやー、コロナかな、これ。やばいね。あー、すごいわ。洗濯してくれてる、ありがとうね。はい、付き合ったな、ついに。うん、嬉しい、マジで。あ、スパの和田さん、ネットで彼女ができるって思ってるよ。若いね、27だって。俺38なんだけど、本当にいいのかね、マジで。11個も離れてんだけど。初めては11個したら。マジマジ。ん？ 11個だよ。11個。大丈夫？ジェネレーションギャップ。あ、大丈夫ですよ。あ、カレンちゃんと同い年なの ?27。え、カレンちゃん26じゃないの？わかんない。設定は27なんだよね。でも実際は30後半なんだよね。設定は27歳。実際は37なんだよ。27じゃないもん、絶対。37じゃない。おそらく。俺ね、取り年27なの、カレンちゃん。ほんと？俺ね、今年39なの、5月で。いや、カレンちゃん2個下でしょ、多分。37でしょ、多分、うん、そう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 。トド38で、今ね、5月の13日で39、40手前、アラフォー。大丈夫、本当に。大丈夫、そうだね。アラフォーだぜ、俺。アラフォー。27でしょ？27。アラサー。めちゃくちゃ若いよ。中ちゃんはいいよ、なりたくないよ、ここは。スパークの対戦相手でしょ。あ、ネコマちゃん、どうなの、年上の方が好きなの。あ、年上の方が好きですね。本当、うん、理想とかあるじゃん、でも3公演とか2公演とか。あんまないですね、年上の方が。年上の方が好き。好きですね。ネコマちゃん、痩せた。じゃあ、あのさ、今だから聞けるんだけどさ、過食嘔吐してたのは何なの。精神的なストレス。精神的なストレス。例えば、俺のこと。あ、違います、違います。やっぱ言ってほしかった、早く付き合いたかった。いやいやいや、あ、そういう感じのことではないですね。違う、うん、それはなかった、今まで一緒にいてフェラとかしてて。
あ、ない、ないっすね、別に。ない、早く付き合いたいなとか、はい、あ、別に。あ、別にないんだ、はい、ないのかよ。あ、あった方が良かったっすか。いや、なんか、いや、意識してねえのかよ、お前。いや、だって、セイスさんだ、あ、じゃあ、トドって、なんかあの、うん、あの、彼女作らないって言ってたじゃないですか。うん、いや、敬語だよ、ずっと。パルちゃん、敬語が好きだから俺。敬語だったら喧嘩しないでしょ、絶対、うん、マウント取らないでしょ、絶対、敬語だったら。マウント取ってくる女が嫌いなのよ、俺。あ、指輪買わなきゃいけないの？そう。指輪欲しい？